どうも皆さん、こんにちは、ワームキング。ワームリリースして1枚破壊、リュウです。さあ、今日はですね、伝統芸能をね、やっていきたいと思います。新パックが来ましたんで、伝統芸能をやっていきたいと思います。伝統芸能、まあよくご存知、私のチャンネルをね、よく見てくださっている方だったらよくご存知かなと思うんですが、伝統芸能っていうのはどういう出来かっていうとですね、ジャンクアタックっていう最強の装備法がありまして、これを相手に装備しまして、相手のモンスターに装備しまして、聖なる守護で自爆特攻をし続けると相手のライフにダメージが入りますんで、自爆特攻をするだけで勝てるっていう超簡単な最強デッキのことですね。これを伝統芸能と、呼んでおりまして、で新しいパックで UFO タートルっていう最強のリクルートモンスターが来ましたんで、これを使ってジャンクアタックしていきたいと思います。今日はどういう風にやっていくかっていうと、順番、自爆特攻する順番ね、まずミキサーロイド召喚しまして、こいつをリリースするとロイド出せるんで UFO ロイド出します。 UFO ロイドでアタックします。自爆すると1500以下の機械族出せるんで、まあ、UFO ロイドから UFO ロイドいけるんですけども、 UFO ロイド、UFO ロイド、UFO ロイドで UFO で最後のやつでこの UFO タートル出します。これ機械族なんで UFO タートルで、 UFO タートルから UFO タートルもいけるんで、 UFO タートル、 UFO タートル、 UFO タートルで、タートルはデッキから1500以下の、炎属性モンスター、本当はね仮面竜ってやつがいるといいんだけども、それいないんで、今日は炎王獣ガルドニクスっていうのを出します。でガルドニクスはガルドニクス呼べるんで、ガルドニクス、ガルドニクス、ガルドニクスで最後に炎王獣で役者出すっていう、これですね。合計ダメージ多分ね5000とか6000くらいいくんじゃないかな、1枚で多分ね。そういったデッキと、なっております。でバック除去はしっかりと挨拶していくっていう感じですね。でゆうさん、そんなことして自分に戦闘ダメージ入っちゃうんじゃないですかっていう話ありますよね。 OCG だったら結構スピリットバリアとか発動しないといけないんですけども、リンクスはマジ強いスキルありまして、聖なる守護ですね、聖なる守護で自分の戦闘ダメージゼロになるっていう、めちゃめちゃ強い。これもう伝統芸能のためにあるスキルなんで、早速、伝統芸能をぶちかましていきたいと思います。デュエルスタンバイ。さあ、お相手のターンは聖なる守護でバラしていくデッキを、磁石ですから、このデッキ、このデッキは磁石です。はい、カードを1枚セット、いいでしょう。お、強いですね。サイバードラゴンフィア。あー、これハリゲンだ。これ局所、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 局所。はい、はい、神ゲー。おはようございまーす。おはようございまーす。おはようございます。ミキサーロイドの効果発動。自身をリリースし。ユーフォロイドを特殊召喚。さあ、お前はもう死んでいる。地獄の自爆特攻を今から貴様にお見せしよう。じゃあまず1連打目、2連打目。おい、サレンダーしろ。サレンダーしたらどうだ。てめえ、今から何が起こるか分かんねえだろ。今から何が起こるか分かんねえだろ。これが伝統芸能。今7連ダメだ、3連ダメか。いけ、 UFO ロイドからの宇宙最強モンスター UFO タートルを特殊召喚。 UFO タートルで自爆特攻、そして UFO タートルの効果発動、ジャンクアタックの効果も発動。今もう何連ダメか忘れたわ。宇宙最強モンスター UFO タートルを特殊召喚。いけ、おらおい、サレンダーしろよ。おめえ、わかんねえのか何が起きるか。今からみっともねえ負け方するぞ。おいおい、350っていう大ダメージがあと3回入るぞ。いいのか、サレンダーしなくていいのかな。まだ殺せねえし、長えし、このデッキまだ殺せねえの笑う、まだ殺せねえの待ち笑う。これさあ、ガルドニクスでお得召喚していく。ジャンガタクで350という大ダメージ。さあ、ラストのガルドニクスアタック食らえ。ガルドニクスの方が発動する。さあ、デッキから役者が出てきて350の大ダメージドーン。環境トップですね、このデッキ。さあ、お相手の方、カリバーなるほど、 BF かな、B フォースかな、 B フォース、 B フォースですかね、相手 B フォースかもしれないわ、もしかしたら。カリバやから、カリバ BF、 あー、やっぱ B フォースだ。
B フォースだ。 B フォース、あ、 B フォース違うか、ブラックフェザーか。間違いやすいから分かんなくなるんだよな、あれ。あのイーヴィルヒーローかエレメンタルヒーローかどっちかみたいな話でしょこれ。だから横棒か天下どっちかみたいな話ね。はいはい、あーなるほど。あ、ジン入ってるんだ。今ジン入ってるのかな。ちょっとあの僕あの BF1 ミリも使わないんで分かんないんですけど、今ジンって入ってるものなんですかね。1ミリも使わないんでブラックフェザー俺。新パック出て、まあその最初の動画にした時以来1ミリも使ってないんで俺分かんないんですよね。ブラックフェザーでどうなるんですかこれは。ホーク城であれですかね、シムーンを蘇生してきて、でオロシ特殊感から洗い切り勝ち取りかどっちかですか。まあ、そこまでは別にいいですよ。そこまでは別にいい。あとはだから俺は、ミキサーロイドかミキサーが欲しいな。ミキサーだと一番いいな。ミキサーだとユーフォロイド1回稼げるからミキサーが欲しくて、でもちょっと待ってね、黒木旋風、黒木旋風ってなんだ、黒木森の道と引っ張られた、黒い旋風が確か1000ダメージエンドフェーズ受けるから、3000削ればいいからなんかなんとかなりそうで、攻撃表示頼むわ。攻撃表示頼む。ナイスナイスナイス。さあこれで、ネクロバレーを発動していく。で1000ダメージ入って、ネクロバレーはどうでもいい、どうでもいい。さすがに、あ、さすがにこれ買ったんじゃね、さすがにこれなんか頑張ってさ展開したところ悪いね、申し訳ないわ。でリクルーターモンスターって墓地で発動する効果だからさ、クローズとか売ってないんじゃないの。クローズ売ってみろよ。おいおい、クジャクマイさんよ、クローズ売ってみろよ。ブラックバードクローズ最強カウンタートラップ、テグだから打てるらしいな、打ってみろよクローズ。おいおい、ないのか、何もないのか、死んじゃうぞ。クリボール投げた方がいいんじゃないですか、クリボールを投げた方がよろしいんではないですかって言ってます今私は。大丈夫ですか、このままだと死にますよ。あれ、なんもないんだ、弱い。ブラックフェザーってこんなに弱いの、びっくりした。環境トップデッキって聞いたけど、亀で攻撃してたら勝手に死んだんですけど、対戦ありがとうございました。弱え、ブラックフェザー、びっくりした。さあ、多いって方は光と闇の仮面さん、よろしくお願いします。デュエル3倍ヘビースターター何デッキだ、珍しいな、ヘビースターター珍しいな。UFO タートルじゃなくてミキサーロイドから UFO ロイドの方がいい。 UFO ロイド出しといて、一応壁にしといて、ちょっとジャンクアタック引き待ち、今日挨拶あるから、ジャンクアタックさえ引ければみたいな感じですかね。まあ多分、まあ、殴ってくると思うんだけど普通に。はい、あとアトランティス、珍しいカードだな、アトランティス。はあ、はあははあ、なるほど。あ、最強、あ、やばい、やばいやつ来た。のちがめ様、1800以下のモンスターを特殊召喚できない。え、これさ、え、待って待って、俺何もできないんじゃね、これやばいこと起きてる可能性ない。これ俺リクルート、このデッキって1800以上のモンスター入ってないと思うんだよね。え、ちょっと待ってちょっと待って、なんか天敵っぽいやつ来たんだけど、何これ、どういうこと、これウィッチクラウド にしか刺さんないと思ったらさ、俺のデッキガン刺さりしてるんですけど、のちがめ様強すぎ、わろた。